歌には魔法のような効果があるかもしれません。先日ベリナが放送で披露した歌によってオーレルア国民の精神安定数値が上昇したとラグランジュから報告が上がった。確かに真剣魔法の詠唱もマナに働きかけるために言葉を羅列していく点は似ている。アガスティア世界に強く影響する願いを現実にしてしまう永遠神剣第1位宿命も関係があるのかもしれない。それはそうと、マルカとリズルカが進めようとしている両国の友好とオーレルア建国を祝う記念祭の開催、大きなお祭りをまだ体験したことがないユーフォリアはすでに心を躍らせていた。え、何ですか？ずいぶんご機嫌？作家さん、分かっちゃいますか？お祭りの出し物を考えていたんです。私、おっきなお祭りって初めてだから楽しみなんです。まだ決まっているわけじゃって、だってワクワクしちゃうから、やってみたいことをこうやって書いているんです。ほら、ベリナちゃんの歌でしょ、鳥かごのマルカちゃん、リズルカ様とのお話、目玉はユユちゃんひもなしのバンジージャンプ。私のやってみたいことですか？そうですね、私がやってみたいのはお祭りにふさわしい楽しい歌を歌ってみたいかもです。オーレルアの誕生日にぴったりな明るく元気で勇気が湧いちゃうような歌をです。ランジュちゃんが歌には魔法のような力があるって言ってました。だから私も戦うだけじゃなくて、みんなを元気づけるような笑顔の魔法を使いたいです。あれ、そういえば身近な人たちのお誕生日がすぐだったような、思い出せない。きっとすぐに思い出せるよね。お誕生日おめでとう。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局、出力過剰で始めちゃいます。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局。みなさんこんにちは。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局、パーソナリティの悠久のユーフォリア役、田中みなみです。この番組は2015年にプロジェクトが始動し、 CD 発売や初単独ライブ開催など徐々に展開が加速している作品悠久のユーフォリアの魅力をお伝えする、願えば叶うマナ娘系有言実行型ラジオ番組です。まずはちょっとユーフィー、ありがとう。私だよ、私、もう自給自足みたいな感じになってますけど、はい、私田中みな実23歳になりました。ありがとうございます、みんなありがとう。いやね、1月22日に、まあ、誕生日を迎えて、まあ、ちょっと前にはなるんですけどね、結構なんかリスナーさんからお祝いメールも、はい、届いてるということでありがとうございます。まあ、こちらはね、たっぷりご紹介は後ほどさせていただきますよ。ちなみにですね、今回は誕生日特別企画をね、お届けするらしいですよ。ちょっとどんな企画なのか私も楽しみです。お願いします。それではそろそろ始めていきましょう。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局、今回もよろしくお願いします。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局。改めまして、悠久のユーフォリア役、田中みなみです。ということで、早速皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう。じゃじゃん、すざらさんからです。ありがとうございます。みなみこんにちは。こんにちは、アンドお誕生日おめでとうございます。ありがとう。誕生日を迎えてまた新しい1年が始まりますね。何か23歳になって挑戦したいことなどはありますか？これからの活躍も応援しています。放送頑張ってください。
ありがとうございます。いや多分ね、本当にいろんなことを挑戦できるとできる年になるんじゃないかなとは思うんだよね。自分のやりたいこととかさ、もっとなんかいろいろ広げられる気がするんだけどね。えなんだろうな、一人旅してみたいかも。なんかとりあえず国内で挑戦して、自分でなんか私自分でね、飛行機とか新幹線とか取って、でなんだろう、自分でホテルとか宿取ってとか、そういうことをねしたことがないんだよ。観光ブックとか見てここ観光してとか、そういうのをね実はやったことがないの。いつもね友達に任せたりとか、まあ一人でも行ったことないからね、そういうこともしたことないし、そういつも行き当たりばったりのね感じでやっちゃってるから、なんかそういうちゃんと計画を立ててちゃんとお休みをいただいて行ってみたいな。いろんなあの県とか都道府県いろんなとこ行きたいです。北海道、あ北海道いいですね。なんだろうな、でもやっぱりあの桜とかも見たいから京都とかねちょっと行ってみたいなとか、あとなんか歴史が好きなので、そういうなんか歴史建造物のなんか京都とかやっぱりそっちの方とか行きたいですね。いやちょっとそういうのに触れたいです。続いてワクワクワックンさんからです。ありがとう。田中さんこんにちは。こんにちは。23歳の誕生日おめでとうございます。ありがとう。そんな田中さんに質問です。もしユーフィーと一緒に誕生日をお祝いするとしたら、どんなことをしてみたいですか？また彼女ならどんなプレゼントをくれると思いますか？寒い日が続いておりますので、お体気をつけてこれからも頑張ってください。えい、ありがとうございます。一緒にチョコレートケーキ食べたいですね。やっぱりユーフィーもチョコ好きだし、私もチョコ大好きだから、そうなんかチョコレートケーキを2人で半分こして食べたいな。どんなプレゼントくれるんだろう。でもなんかそのアガスティアにあるなんかそこにしかないやつとか、お花とか植物系ね、欲しいかも。花束とかめっちゃ嬉しい。お花ねすごい好きだからいいかもしんない。私のね親もねお花好きなんですよ。だから私がお花とかもらったりすると結構喜んでなんか飾ったりとかしてくれるんで、お花嬉しいですね。続いて3号さんからです。ありがとう。みなみこんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴しています、今回の河野さんが ゲストの回も、面白かったです。そんなみなみも22歳の誕生日、23歳なんですけどね、ちょっとあのもう分かんなくなってくるよね。20歳超えるとねもう本当いいんだよ、もう誤差誤差ね。誕生日迎えます、もしよければ今までで一番思い出に残っている誕生日エピソードがあれば教えてください。これからも放送楽しみにしていますということで、ありがとうございます。いやそうだね、なんかね一番思い出に、まあ、結構ね楽しい思い出はいっぱいあるんですけど、いや去年の誕生日がマジで寂しくて、ちょっと言っていいですか。去年の1月22日関東大寒波で超絶大雪降ったんですよ。で私その日にニコニコ生放送といいますか、生放送の特番があって、私のね誕生日特番みたいな生放送があって、で私それに行く準備も満タンで、その企画の中でケーキとかピザとかでお祝いしましょうみたいな、もうやったー、超ご飯食べられるし超嬉しい、みんなにお祝いしてもらえて嬉しいみたいな、全世界の人にお祝いされるじゃん私みたいな感じですごいウキウキだったのに、めちゃくちゃ大雪が降ってて、メールで田中さんすいません、もうスタッフもちょっと来れない状況なんで、ちょっと今日はあの延期ということでって言われて、そっかーってなって、まあそうですよねーってなって、私もまあじゃあ家でゆっくり誕生日過ごすかと思ったんですけど、もうそこで私祝われる気満々だったから、家にもう何もなくて、で外出たら大雪だし、もうなんかピザとか頼むのも忍びないから、もう家でカップラーメン食べてもうしかも超暇だった。で外にさ出てさ友達とさ遊ぶこともさできないし、外に出たらねもうほんと雪だるまになっちゃうぐらいの雪だったんですよ。いやもうそれでね本当に悲しい、一人で寂しい寂しい誕生日を去年は過ごしましたね。なのでまあきっとね、きっと、いやどうだろうかな、ちょっと誕生日マジ普通に仕事だったよな
全然普通にね、丸一日お仕事なので、まあもしかしたらそんな誕生日感はないかもしれないですけどね、まあこうやってねラジオとかでお祝いしていただいてすごく嬉しいですよ。ありがとうございます。はい、続いてショコラミドルさんからです。ありがとう。みなみこんにちは。こんにちは。そして23歳の誕生日おめでとう。ありがとう。23歳になったみなみはこれからどう活躍していくのか、またモノマネジングルのレベルもさらにクオリティが上がっていくのか楽しみにしています。ありがとうございます。そうだね、23歳か。いやなんかね、この間まあいろいろさ、こうやってね、あのお仕事をしていって、23歳の年ってことは社会人、まあ、2年目そうそうになっていくっていう年なんだけど、私はね結構その高校の頃からやってるっていうのもあって、そういろんなね作品とかにね、あの関わらせていただいてね、ついにね私が一番先輩の現場があった。恐ろしくないですか？いやちょっとね本当に怖かったよ。怖い怖い怖い。そうなんかね、ついにその年になったんだな、23になって。だからそう、心もね、心も結構、いやだって私は本当にもうまだまだもうペーペーペーな気分なのにね、なんかそういうプレッシャーをかけられて、教えた、いやいやもう教えたりとかできないですよ。なんかもう見守るみたいな、なんかもうもううむうむって言って、私はただただこうね、みんなは温かく見守るというね立場になりますよ。本当に私もまだまだなんでね、だからなんかすごい時って経つもんだなって、23歳ってもう普通に大人ですもんね。いややばいな、私だってデビューが17歳ですから。いやそうなんですよ、そう6年、そうなんです、そうなんです。だからもうそりゃ年を取りますわってなりますよね。いやすごいあっという間だったな。ありがとうございます。お祝いメール以上になります。ありがとうございました皆さん。23歳になりましたが、まあ、まだまだフレッシュな気持ちでもう田中みな実突っ走っていくんで、よろしくお願いします。頑張ります。じゃあここからはね、普通のお便りも交えながらお話もしていきたいと思うんですけど、まあ、ちなみに私は1月、今月ね振り返っていくと、まあ、大阪に週末結構いたことが多かったかななんて、まあ、イベントとかで大阪に結構ね前乗りとかも含めたら5日間6日間ぐらいいたかもしんない。そうそうそう、だから結構ね大阪で美味しいご飯とか食べられましたよ。粉物系も結構食べましたし、まあ、たこ焼きから始まってお好み焼きも食べた、とんぺい焼きとか、あとネギ焼きとか、そうお店屋さんに行ってですね、いっぱい粉物食べて、いやほんとソース美味しい、なんかもうほんと作られてるものが出てきて、そう熱々のソースでいただいて、もう超うまかったですね。やっぱ本場のね粉もんは最高だなってなりましたね。あとはやっぱお土産に551の肉まんとかいただきましたね。美味しかった。やっぱりあれをね帰りに食べるっていうのがね大阪の醍醐味になってくるんですけど、あとね話題の陸路おじさんのチーズケーキ、あれを持ち帰りで、はい、お土産に買って帰りましたね。いや本当大好きなんですよ。そうあれ本当全然ワンホール一人で行けちゃうぐらい大好きで、すごいねふわふわで、しかも出来たてもねその場で焼いてくれるからすぐに用意してもらえるからね、まだ食べたことないなって方はちょっとぜひ大阪のお土産に買ってほしいなって思います。結構大阪も本当長くいたからさ、そのコンビニの店員さんとかタクシーの運転手さんとか結構大阪弁がねペラペラで、ペラペラでってか当たり前なんですけどなんか改めて方言っていいなって思いましたね。神奈川出身の身としてはやっぱりそう普通に関東だからもう全然そういうのないんですよね、方言が。だからちょっと大阪コテコテの大阪弁羨ましいななんて思いました。なかなかねユーフォリアもその独自の言語があるから、そういう方言とか多分ないとは思うんですけど、なんかそういう違う言語といいますかね、そういう世界観も本当いいなって思いますし、いや方言はやっぱり武器ですよね、いいなって思います。ぜひぜひね、こんな方言あるんだよっていうのあったらちょっと私に教えてほしいですね。ぜひぜひよろしくお願いします。
いいな、羨ましい、羨ましいですよ、羨ましい限りでございます。あ、じゃあメールもはい読みたいなと思います。じゃじゃん、ヨヨさんからです。ありがとうございます。田中さん、こんにちは。こんにちは。僕はラジオというものをこの番組で初めて聞き始めたんですが、マジで？僕の中で聞くことが水曜日の日常になりつつあります。いつも元気と癒しをくださってありがとうございます。そこで質問なんですが、田中さんは日常で欠かさずしていることやルーチンワークと呼ばれるようなことは何かありますか？いや、ありがとうございます。私はね、毎朝ヤクルトを飲んでいるよ。乳酸菌を取っているよ。 R1 とかね、結構ね、あの声優さん御用達なんですよ。あのコンビニで絶対買うみたいな感じでね。そう、やっぱ風邪とかね、今流行ってるからさ、インフルとか、ああいうのをね取っとくとね、なんかこう体もいい感じにね、免疫とかなんかこう体勢をつけてくれるんじゃないかなっていう、まあ心気のね問題もありますけど、それに加えてね、飲んでるんだぞっていう、私はこれを飲んでるから大丈夫なんだぞっていうね気持ちがね強くなりますよ。ちょっと私は割とおすすめをしております。そんなルーチンワークですかね。いや、本当ありがとうございます。メールもいっぱいお祝いしてくれて嬉しかったです。ありがとうございました。ということで、メールのご紹介は以上です。いつもたくさんのお便りありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。こちらはコミックマーケット94にて販売された UQ のユーフォリアハイレゾ DVD ダークネスキャントドライブアウトダークネスオンリーライトキャンドゥザットに収録された楽曲です。 UQ のユーフォリアで指切り。どうしてかな、こんなに違っていつからかな、こんなにそっくり夕日色に溶けていく、重なった影の僕ら、どうしてかな、知らない誰かと、いつからかな、こんなに近づくこの世界の、この夜に重なった指を忘れないから、僕は君に、君は僕に、なれないだけ近づいても、僕と君の道はどこかで離れていく、それでも今は隣にいて。お聴きいただいているのは UQ のユーフォリアで指切りですが、こちらはですね、一番私が最新で撮ったユーフォリアの曲になるのかな。なんかそのユーフォリアとしてすごいいっぱい歌を歌ってきて、なんだろうね、次あのこの曲を歌うとしたらどんな楽曲だろうってなって、そういえばがっつりバラード歌って歌ってなくないですかってなって、確かにってで、ユーフィーでバラードを歌いました。ハーモリーがね難しくてね、賛成があってララララララやりました。感想でもね流れてたと思うんですけど、やっぱねすごい難しいなって思いました。バラードってそう、音がやっぱ少ないから、そのリズムを取るのがすごい難しいし、私結構早く歌っちゃう癖があるので、そう
ひたすらゆっくりなんだぞこれは、私が自分が思っているよりもゆっくりな曲なんだぞっていうのをね、こう意識しながらレコーディングしてましたね。いやーでも本当完成したのを聞くとハーモニーがすごい綺麗でね、ユーフィのこの、まあ、私ユーフィのっていうか私の歌声っていうかユーフィの歌声になんか合ってるなと思って、すごいなんかなんだろう、紅茶を飲みながら聞きたい、こう心がこうふわーって現れるような、はい、すごくいい歌詞もいいし、ぜひぜひじっくり聞いてくださいね皆さんも。ということで、このアガスティア異世界放送局では今後もいろんな楽曲をご紹介していきます。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局。ここからはこちらのコーナーをお届けします。願えば叶うマナ娘チャレンジ特別編。はい、こちらのコーナーでは永遠神剣のマナ娘的存在である悠久のユーフォリア、ユーフィーを演じる私田中みな実がご褒美をかけて様々なチャレンジに挑んでいくコーナーです。では今回お届けするチャレンジを発表しましょう。こちらです。ハッピーバースデー田中みな実チャレンジ。ということで今回は23歳の誕生日を迎えた私が田中みな実チャレンジなるものに挑むそうです。何？田中が挑む田中みな実チャレンジって本当もうなんか意味がちょっとよくわからない感じなんですけど、まあ、何やらね、誕生日を迎えて私が成長した、私田中みな実がこれまでにどんな風に成長してきたかを振り返るため、自身に関連することがお題となったクイズに挑むそうです。普通に祝ってくれや、なんでチャレンジせなあかんねん。まあね、でもね、ご褒美があるらしいんですよ。なんとそちらの気になるご褒美、魔法のカード。やったー、嬉しい。あー、魔法のカードだ、みんな大好き魔法のカードだよ。ということでこちらをね、いい感じのキラキラのお金に変換して、あの電子なお金に変換してガチャガチャしていくわけなんですけどね、私は。まあこちらのご褒美は自分の力で叶えないといけないということで、頑張りますよ。じゃあ早速ね、チャレンジに挑戦していきましょう。ちなみにチャレンジは複数用意されていまして、1問正解するごとに魔法のカードを1枚もらえるそうです。よーし、頑張るぞ。まずこちらのクイズです。田中みな実さんがパーソナリティを務めるこのラジオに関するクイズです。過去の放送で悠久のユーフォリアの魅力を伝える意気込みを語った田中みな実さん、その際にどのようにして魅力を伝えると意気込んだでしょうか。え、やばい、もう過去1回目なのに全然覚えてないんですけど、え、魅力を、え、でも真面目なことを言ったんだろうな、真面目なことを言ったんじゃないか、だって1回目だもんな。魅力を伝える意気込みをどのようにして、え、待って、本当にわかんない、どのようにして、ん、今だったら、え、今だったら、あ、でもやっぱあれじゃない、ラジオの楽曲じゃない、あ、あー違う、楽曲を通してとかじゃないのか、あれ、どのようにして魅力を伝える、でもほら私がさ、ユーフィーだからさ、私がユーフィーだからユーフォリアとしてユーフォリアとして魅力を伝える、ボイスドラマとかあるじゃん。ファイナルアンサー、イエス。ブッブー。え、何？なんて言ったの？真心を込めて。知らねえよ、知らないよ、こんなの誰でも言えるじゃん自分を否定していくスタイルだって。え、真心込め、まあまあ言ったっけ、言ったっけ、もっといいこと言ってた気がするんだけど、そんなこともなかった。続いて2問目。過去に行われた田中みな実さんと高瀬監督のインタビューからのクイズです。このインタビューにて高瀬監督は田中みな実さんのことをホニャララオタクと表現されました。このホニャララに関する言葉を答えなさい。え、覚えてます？本人がちょっとほら首かしげてるじゃないですか。え、何オタク、ヤバオタク
なんだろう、なんだろうな、え、なんだろう、全然わかんない。ん、記事に載ってたこれは。いやでもなんか覚えてはいるんですけど、そのインタビュー受けたの覚えてるんですけど、全然何のオタク、な、何オタクだろう、なんだろうな、でも普通にアニメオタクじゃないの、違うんだ、なんだろう、何々オタク、何オタクがつきます、オタクに何がつきます。なんだろうな、でもなんだろう、夢とかじゃないよな、夢女子的なやれててもないのもな、きっと。なんだろう、最初の文字ほにゃららのオタク、ほにゃららのオタク、最初の文字、いほら首かしげてるの、いなんとかのオタクですか、異次元のオタク。ブッブー、全然わかんないよ、いい感じのオタク。そんなふわっとしたオタクというやつですか。ちょっと問題がひどいよ、いい感じのオタクってなんやねん、なんやねん、いい感じの。田中みな実さんのマネージャーさんに関するクイズです。本日収録に来ているマネージャーさんは田中みな実さんに対してどんな第一印象を抱いていたでしょうか。以下から正しい答えを選びなさい。1. お嬢様系清楚な子。 2. いつもチョコレートを食べている子。 3. いい子だけど変わった子。 4. 笑い方が豪快な子。いないし、この場にヒント教えてくれないし。でも結構なんだろうな、でもそんなに、でもな、第一印象でしょ、第一印象ちょっと関わってきてとかいうわけじゃないから、パッと見ってことでしょ。だ、一番だよ、お嬢様系清楚な子だと思われてたんじゃないですか。あれ、ピンポン、ほら私ね、第一印象はね結構大体こんな感じなんですよ。清楚とか、あとはあの頭が良さそうとか、まあ、小学校の子もほら運動できそうとか、全部真逆なんですよね。残念。あ、やっと1枚や、やっと1個ゲットだよ、嬉しい。ん、ちなみにマネージャーさんの今のイメージは肉食系女子だそうです。理由は物事に一直線で貪欲だから。うわー、でもちょっと嬉しいかも、これ褒められてますよね。ねえ、大事ですよ、貪欲に生きていくことは、この世界において一直線でこう突っ走っていく。まあでも確かに草食か肉食かって言われたら多分肉食だと思いますね、私も。どっちかって言われたら、よし、いい調子なのかな。じゃあ第4問目いきましょう。田中さんの故郷神奈川県に関する問題です。この中で一つ神奈川県が全国1位を誇るものがあります。以下から正しい答えを選びなさい。1. コンビニ店舗数。 2. 中学生長時間ネット利用率。 3. スマホ普及率。 4. 人口における名字の田中率。うわ、これどれも違いそうな感じするんだけど、田中は多分ね違うと思う気がするんだけど、あんま聞いたことない気がする。でもさ、スマホ普及率とかも東京なんじゃないの？コンビニも東京なんじゃないの？確実に。だってさ、神奈川って言うてもさ、横浜以外は割と田舎だぜ。横浜は、まあ、川崎もまあまあ田舎じゃないや、あの都会だけど、まあまあ田舎だぜ神奈川も。だから中学生長時間ネット利用率2番。2番の中学生長時間ネット利用率が全国1位。ちなみに人口における田中率が一番多いのは鳥取県で、神奈川は30位。あ、意外に低めなんですね。だって47あって半分より下なんだ。へえ。いや、これはちょっと嬉しいですね、神奈川県民としては。そろそろお時間、やで、あと1問、あと1問、ラス1やりましょう。 OKOK、 すぐ読むから。田中みな実さんのプロフィール欄にある特技である、カラオケに関する問題です。
カラオケなどを歌う際に得意曲を指す単語のお箱ですが、このお箱は漢字でどう書くでしょうか。バカにしてる。18番ピンポン。やったー、瞬殺。ということで3つだ。じゃじゃーん。先ほどのチャレンジは、正解これでなんとですね、私は、チャレンジを3回成功したので魔法のカード3枚ゲットです。やったー、ありがとうございます。わ、嬉しい。え、いいんですか。わー、やったー。マジガチの魔法のカードだ。この肌触りガチガチの、嬉しいです。これ使いますね。早速使いたい、使いさせていただきます。ありがとうございます。まあまあ5問中3問ということで、なかなかの成績だったんじゃないですか。よかった。ということで以上、特別企画ハッピーバースデー田中みな実チャレンジでした。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局。ここでユーフィーからのお知らせです。悠久のユーフォリアの CD、DVD などが地球にある虎の穴様の各店舗と通販ページでの販売が開始しています。先ほど流れた指切りが収録された DVD も販売しているみたいなので、皆さんぜひチェックしてください。以上、ユーフィーからのお知らせでした。ここにいることは、この世界ではよくある奇跡。出会いは別れとなり、別れてはまた出会い。切ないんだ、だけど笑ってさよなら。お送りしてまいりました、悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局第7回さよならの笑顔をお聞きいただきながらのエンディングです。番組ではリスナーの皆さんからメールをお待ちしています。番組の感想や私たちへの質問など、普通のお便り、そしてコーナー宛てのメールをお待ちしています。コーナー永遠神剣日常ディクショナリーでは、エーテルを日常生活に例えたらというお題でメールを募集中です。宛先は永遠神剣アットマーク響き-radio.jp まで。番組ページにある投稿フォームからも送ることができますよ。そしてこの番組は YouTube にてアーカイブ配信も行っています。現在第6回までのアーカイブが公開中です。ということで、アガスティア異世界放送局7回目の放送をお届けしてきましたが、まあ久しぶりの一人ということでわちゃわちゃやってきましたけどね。まあ23歳ということで、いやー本当にね、しっかり、まあしっかり頑張ろうとはいつも思って、常々思っているんですけど、ますますね、一人の大人としてこれからもお仕事に、私生活に、はい、頑張っていきたいと。田中みな実という人生を華々しく終えるために頑張りたいなと思います。皆さんもね、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。メールもたくさんお待ちしてます。それではそろそろお別れのお時間です。次回もぜひ聞いてくださいね。悠久のユーフォリア、アガスティア異世界放送局、ここまでのお相手は悠久のユーフォリア役、田中みな実でした。笑顔は絶対最強なんです。バイバーイ。いつまでもいたくて、だけどそれじゃダメ。